どうも、めっちゃめっちゃメッセです。はい、ということで今日もやっていくんですけどね。今日もね、またね、ドラフトのね、話をね、ちょっとね、していこうかなということでね、寝癖すごいんですけど、まあそれはね、気にせずね、今日はね、ハップス大木くんにね、ついてね、大木くん、ハップス大木かな、もうどっちかわかんないんですけど、まあ、ハップスくんにね、ついて話していくんですけど、まずこのハップスくんってね、まずね、どういう選手かとかね、どこ出身かっていうとね、東北高校出身で、ほんでね、皆さんはね、あんまりね、印象ないかもしれないんですけど、仙台育英にね、このハップスくんはね、あの仙台育英、夏ね、準優勝、最強のね、仙台育英にね、秋、無失点かな、で抑えて、勝ってるんですよね、東北高校が。だから、ね、ほんまにね、仙台育英を予選でね、破ったね、ほんまに、だから初見殺しっていうんですかね、初見でやったらね、あの仙台受けでも打てなかったピッチャーなんですよね。ほんでね、このハップス君がね、どういうピッチャーかっていうとね、選抜にもね、一応出とって、で選抜もね、負けたんですけどね、そんなね、めちゃくちゃね、打たれたわけじゃなくて、ロースコアで負けたっていうだけで、ほんでね、ドラフトのね、プロ志望届もね、出してるんで、まずね、これ言いたいのは、評価的にね、現段階のね、評価で言うと、そんなにね、高くないと思うんですけど、これね、ドラフトね、下位とか、これ育成ではね、僕選ばれると思うんですよ。これなんで選ばれるかっていうとね、やっぱ伸びしろがね、他の選手に比べてね、めちゃくちゃあると。ほんでね、なんでね、そんなね、伸びしろがね、あるってわかるんやっていうね、話をすると、まずはね、この子ね、めちゃくちゃ細いんですよ。ほんでね、ダルビッシュ2世って言われるぐらい、手先がめちゃくちゃ器用。ほんでね、いろんなね、細かい変化を持ってるんですよ。だからこう、仙台育英とかも、やっぱりね、ジャストミートできない。金属でジャストミートできないってことは、やっぱりね、木になると、もう凡打にしかならないんですよ。やっぱり木ってね、ほんまに捉えれないと、打てない。だから仙台育英のあの打線ですら、金属バットですら、ね、芯をそらせられるほどの、まあ言ったら細かい変化を持ってるんですよ。ほんでね、そこに、やっぱね、こう、なんて言うんですかね、こう、体格が加わってきたら、ほんまにダルビッシュ選手のような。ほんでね、ちょっとね、外国の地理が入ってますから、こう、なんて言うんですかね、体をね、ごつくするとか、体を大きくするっていうのに、こう、そこに、なんて言うんですかね、集中したらっていう言い方おかしいですけど、そこにこう、なんか、趣を置いたら、めちゃくちゃね、体もね、大きくなると思うんですよ。だからこう、太りにくい体質とか、そういうのではなくて、やっぱりね、しか筋肉もね、つきやすい体質でやと思いますし、ほんでね、そこにね、細かい変化とか、ほんでね、決め球もね、しっかりありますし、ほんでまっすぐのね、キレっていうのも、その、球速以上に、やっぱりみんなね、手元で伸びてるからね、その差し込まれたりっていうね、場面がね、結構多いんで、球のね、キレもね、十分やと思いますし、この、ドラフトでね、上位指名はね、あんまり厳しいと思うんですけど、これ入ったら伸びることはね、まあ間違いないです、と思います。はい。だから、下位指名か、まあどっちにしろね、プロでね、活躍する選手かなと、このハップス君は思いますね。はい。もうなんていうんですかね、山本由伸選手とか、ほんまにね、有名な選手とかって、意外とね、高校時代とかって、そんなね、めちゃくちゃ有名にならなかったりするじゃないですか。でもね、やっぱりね、えぐい選手っていうのはね、やっぱこの、ほんまに強いチームに対して、やっぱりしっかり結果をね、残してるんですよね。やっぱ瀬戸内高校の大瀬良選手とかも。やっぱその、広陵とか相手に、やっぱ全然点数を取られなかったりね。やっぱね、そういうなんか実績があるんで、この仙台育英、このちょうどめっちゃ強い時の仙台育英を完璧に抑えてるっていうのは、ほんまにね、マジの実績やと思います。で、なんかね、この、それの次、東北大会で当たった時は負けてるんですけど、やっぱりね、それはね、もうやっぱね、2回目とか、仙台育英レベルの、まあ打者陣とかが金属バット持って、2回目ね、同じピッチャーを、とやるってなったらね、それはもうね、対策とかもね、寝れるんで、打てるんですけど、ほんまにね、実際、ここ一発勝負でね、打てなかったってことは、ほんまに、なんて言うんですかね、めちゃくちゃね、いいピッチャーっていう証拠なんで、でもね、まだまだね、この伸びしろがね、あるっていう面では、ほんまにこう、
この先がめちゃくちゃね、楽しみな選手ですよね。だからね、この伸びしろなくてね、この落とされる選手ってね、めちゃくちゃ多いんですよ、ほんまに。なんかこう、自分らの知り合いとかでもほんまに、ね、プロ行って、ピッチャーは特にですよ、ピッチャーで、画台とかがね、もう仕上がってしまってる。だから東海大菅生の日向くんでした。みたいなね、めっちゃ体もね、仕上がってて、で、重い球をね、掘る子なんですけど、あの子って、やっぱりもう仕上がってるじゃないですか。だからこっからね、落ちていく一方っていうね、評価のね、され方もするんですよ。だからほんまにこう、ずっといいピッチャーとか、だから高2ぐらいからね、ずっと注目されてるピッチャーってね、やっぱ高3でね、ちょっと落ちたりするとね、評価がね、下がったりしちゃうんで、やっぱね、こう仕上がってしまってる選手よりかは、まだまだこの、今からやろっていうね、選手の方が、やっぱね、期待もね、されるんで、だからこのファップス大木くんは、やっぱこう、プロではめちゃくちゃね、伸びるね、タイプの選手だと思います。やっぱこの、仕上がってる選手ってのはほんまにいるんで、ね、寺島選手とかもね、もう仕上がってプロに入って、あかんくなったり、ほんまに仕上がってる選手、とかでね、言うとね、結構ほんまにね、皆さんね、心当たりあると思うんですよ。高校時代ほんまにね、最強ピッチャーで、ほんでプロ行ったらね、あとは劣化していっただけとかね、もう勝ち選手とかもそうですよね、プロ前に、こう、もう完璧なね、最終進化まで至ってて、で、プロではちょっとこう落ちていってしまう一方、で、逆にね、横川選手の方が、高校時代ってね、まああんまりね、コントロールが、定まらなかったんで、評価的に言ったらね、梶井選手と、横川選手って、梶井選手背番号1で、横川選手背番号10で、ほんでドラフトどっちがね、先に選ばれたかっていうとね、横川選手の方が上位で選ばれたじゃないですか。で、それはね、なんやねんって言うとね、やっぱね、伸びしろなんですよね。だからね、そういうね、伸びしろとかも踏まえると、やっぱり、ね、このハップス大木くんっていうのはね、めちゃくちゃね、評価はね、高いと思います。本音で皆さんに知っておいてほしいのは、ドラフトってね、これプロ志望でね、出すじゃないですか。ほんでね、ドラフトのプロ志望を出して、あれって一応ね、ある程度のね、強い、高校とか選ばれるね、見込みのね、ある選手たちやったら、プロ志望を届き出した時にね、みんなね、集まるんですよ、選手。だからね、あれで選手とか親とかも集まって、ほんで、モニターでね、みんなで、テレビのあれを見ながらね、プロ志望のあれを待つんですけど、あれってほんまにね、記者とかもいっぱい集まって、で、あれでね、選ばれなかった時っていうのも、めちゃくちゃね、シビアなね、雰囲気らしいんでね。だからね、このプロ志望出すっていう勇気は、もし選ばれなかったっていうね、リスクはね、やっぱね、そういうね、細かい、なんかうわ、悔しいとかじゃなくて、やっぱね、ああいう、いろんなね、親とか、選手とか見てる前でものすごいね、シビアな雰囲気になるから、プロ志望出すの勇気いるっていう人もいるんでね、なんかなかなかね、面白い情報やと思います。はい、ということで皆さんね、皆さんが思うハップス大輝くんの意見、ぜひコメント欄で、それじゃあ、お疲れ。